皆さんこんにちは、藤枝真由志が大好きな岩本恵美香です。さあ今月から始まりました新コーナー、一体感真由志。このコーナーは私岩本恵美香が藤枝真由志の選手からボールテクニックを教わったり、選手たちのスゴ技を見せてもらったり、3回連続で第1回目のオープニングです。はい、そうです、今回も総集編です。今回はオープニング特集、番組のつかみ部分になるオープニングの数々をご覧いただきたいと思います。一体感マイシー、まずはコーナー開始初期のオープニングです。はい、それでは今回教えてくれるのはこのお二人です。どうぞ。いや、入り方がおかしいです。っていうか、またまっちゃんですか。いや、またまっちゃんっていうか、はい、いつでもまっちゃん。むしろ常にまっちゃん、いつでもまっちゃん。とこちゃんワイドは松岡を話しません。進出鬼没っすね。レギュラーですよ。レギュラーですか。そりゃそうですよ。いや、確かに1回目すごい好評だったんですよ。はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあまた今回もたくさん引っ張ってもらって、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。ではもう一人いますね。はい、はい、自己紹介お願いします。J リーグより先にとこちゃんワイドデビュー鈴木翔太です。よろしくお願いします。いや、記念すべきデビュー、デビュー戦です。少し慣れてくるとこうなってきました。今回教えてくれるのはこの方々です。どうぞ。いやいやいや、まっちゃんの入り方。どうも、癖強い。ジョギング男です。平成の令和の高田純次です。いや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 、もう完全に新しい人の存在消しやってるじゃないですか。はい、今回がゲストを真ん中にということで、レギュラー組は端でゲストを盛り立てるっていうことなんですけど、これです目立っちゃいました。さすがです。はい、はい、では今回新しくゴールキーパーですね。自己紹介お願いします。はい、ゴールキーパーの杉野拓也です。はい、お願いします。はい、お願いします。行き着くところまで行くとこうなってしまいます。今回教えてくださるのはこの方々です。どうぞ。はい、どうも。いやいやいや、誰ですか。イエーイ、キャッキャッキャッ。よいしょ。かぶってる。はい、嫌がってない。嫌じゃないです。いや、そんなん違うんですよ。いや、というよりかは、うん、いや、本当に誰ですか。あ、どうも、レギュラーのまっちゃんこと松岡選手です。そして新メンバーの北川です。なんかこんな格好させられてるんですけど、まあ、もうすぐハロウィンということで、コスプレね、コスプレしようかななんて言って、うん、完全に出落ちはありますけど、うん、はいはい、このまま教えてくれますか。そうですね。視聴者が許す限り、このままあと太陽の日差しが許す限りやりますけど、多分若干暑くなってきてるんで、んだいぶすぐ外します。ちなみに、はいはい、北川選手、うん、何を教えてくれますか。はい、今日はドリブルを教えたいと思います。おお、お願いします。よっしゃい。時にはベタも大事になってきます。それでは今回教えてくださる方々はこの方々です。どうぞ。歩き方、どうもー。走り方、そうで行きたい。帰ってピピー帰っておでーと。どうもーどうも、藤枝4年目とこちゃんワイド初登場、水野大輔です。よろしくお願いします。やっと呼んでくれましたよ。いやごめんね、遅いっすよ。去年からね、まあ、こういう形が始まりましたけど、はい、1年間寝かしておきました。熟成させました。寝かせれば寝かせるほどハードル上げてます。面白いと聞いたことはあります。あるんかい、はい、あるんすか。まあでも前回のマサでハードル上がってると思うんで、ちょっとね、面白かったですか。前回マサはね、ちょっと勢いあった。勢いはありましたね、うん、ほぼ一発ギャグやったけど。ちょっと毛色は違うんですよ、やっぱり。そうす、面白かった、うん、今日はまた違う意味で、はい、楽しみにしたい。楽しみにします。はい、まっちゃんがいないとこんなにも落ち着きます。はい、ということで今回教えてくださるのはこの方です。どうぞ。はい、お願いします。お願いします。はい、まずはでは自己紹介をお願いします。はい、ルクレ真由志、小田牧遥香です。お願いします。はい、お願いします。
ルクレマ YC から来てくださいました。はい、はい、ありがとうございます。はい、あの一体感マ YC 見てます？全部見ました。おお、さすが。 YouTube で。ありがとうございます。 YouTube で見ました。っていうことはあれですよね、恒例のニックネーム決め知ってますよね。そうですね、はい、知ってますね。はい、うんうん、では私今回なんて呼べばよいでしょうか。そうですね、はい、迷ったんですけど、はい、マッキーで。マッキー大丈夫なんでですか。大丈夫なんで。一体感マイフシーオープニング特集いかがだったでしょうか。いつもよりちょっと短めの VTR になってしまいました。余った時間は前作さん、網本さん、なんとかしといてください。よろしくお願いします。